こんにちはシンです今日ご紹介いたしますのは日本のメーカーアビオット t e b d 2 1 f p n k リンとしてシグレのピエール中野さん監修モデルになります発売直後から SNSN など話題になったモデルですピエール中野さん全面監修のもと外観デザインだけでなくチューニングなどにもこだわり作り上げられ ドラムやベースの音の臨場感が味わえるワイヤレスイヤホンとなっていますでは開封してみましょう箱を開けてみたいいと思いますおすごいゴールドだでこちら左側には、ま、説明が書いてあります はいこちらがセミハードケースとなっておりますベール中野さんとアビオットのロゴが入ったセミハードケースですまあ、こちらに入れて持ち運びも便利ですケースも傷がつかずとってもいいと思いますでは開けてみたいと思います こちらがチャージングケースですね。ケースだけの重さですと、えー、53g になります。こちらは Type-C の対応の充電になっております。中身を開けるとゴールドでかっこいいワイヤレスイヤホンの登場です。こちら 連続再生は7時間となっております。ケース込み最大25時間。このケースでだ、えー、最大3回ですかね。充電ができるそうです。で、防水機能は IPS5。スポーツや少しぐらいの、まあ、雨が当たっても大丈夫な感じになっております。で、こちらのワイヤレスイヤホンは世界初のですね。 トリプルドライバー搭載となっております。で、えー、低音域の方はダイナミックドライバー搭載、高音域の方はバランスドアマーチャードライバー、ちょっと噛みましたけど、を搭載しているということになっております。いや、でもかっこいい。はい、こちらケースから取り出してみました。右の 方にはアビオットのロゴ左の方にはピエール中野さんのロゴになっておりますサイコパスの常森監視官の声で電源オン接続しましたのボイスが流れるそうです大人びた大人しめの声でとっても合ってると思いますはい皆さんあとですねエイジング30時間から50時間 まあ音楽を流し続けるんですけども、まあ、それによりまして本来のスピーカーの音,音に変わると言われています、まあ、できればピンクノイズなど YouTube で検索すればすぐ出てきますのでピンクノイズでもやってみてはいいと思いますはいあとは付属品の紹介をしたいと思いますまずこちらは 取扱説明書となっております。はい、続いては製品保証登録カードとなっております。こちら、登録新たにしていただくとプラス3か月間無料で延長できます。製品はシリコンストラップとなっております。まあ、落下防止のために つけるストラップとなっております。こちらが標準のイヤーピースとなっております。右から S サイズ、左側が L サイズになってます。はい、もう一つの付属品です。スピンフィット CP355 になります。 サイズは右から sssl SS となっております。はい、こちらがペアリングの方法になっております。こちらは取扱説明書に書いてあります。はい、ペアリングなんですけども、こちらに書いてある通り、l ボタンを素早く2回プッシュしますと。とまスマートフォンの方にペアリングされます。 でこちら L 側が接続済みになると音楽が消えますので大丈夫です。でリレー式になっておりますので音楽が R の方にも流れてきますのでこれでペアリングが完成になります。はい。 そしたらですね、ペアリングをしてエイジングをしながらまた音楽を聴いてまたレビューなどを上げていきたいと思います。はい、今回の動画は以上となります。あと付属品で抜けておりました Type-C の充電ケーブルも付属しておりますので皆さんご安心ください。今回の動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録などよろしくお願いします。 では皆さんバイバーイ